マインクラフトには隠された秘密が多く存在し、中には血塗られた鉱石やハッカーが存在していると都市伝説が語られている。今回は血塗られたダイヤや呪われた氷山などが本当に存在するのか検証したいと思います。というわけで、夏休みが始まった人は高評価してね。8月ついに来た。目標超え数は3000。高評価しないと夏休みの宿題が終わりません。みんないつ頃やる予定？コメント教えて。血塗られたダイヤ。ある洞窟には赤く染まったダイヤモンドが見つかる。そしてプレイヤーが触れてしまうと洞窟全体に赤いダイヤが広がり、というわけでまずはね、血塗られたダイヤモンドがあるっていうね、都市伝説の噂なんだけど、なんかそのね、目撃情報があるから、まずはそれを一緒に見ていこうか。まあ、というわけでこれがね、血塗られたダイヤの目撃情報なんだけど、まずはマグマを使って多分これは祭壇を作ろうとしてるのかな。で、マグマをこうやって流していってあげて、で、その周りには多分これは赤色のろうそくかな。赤色のろうそくをマグマの周りに並べていってあげて、で、全部に火をつけてるでしょ。で、そしたら最後にさ、このダイヤモンドを真ん中に投げ入れてんだけど、多分これが一応祭壇を作ったことなのかな。で、この祭壇を作るともしかしたら血塗られたダイヤが現れるのか。で、この祭壇を作った後にさ、洞窟に行ってあげて、そしたらなんか洞窟にさ、不自然な感じでダイヤモンド鉱石が見つかるんだけど、ほら、見て。目撃情報ではここでダイヤモンドがさ、突然赤色になってんだよね。多分これが血塗られたダイヤなのかな。で、さらに、この動画では、このね、赤く染まってしまったダイヤを取ってしまってて、ほら見て。そしたらね、ダイヤモンドが赤くなってんだよね。ただ、目撃情報はここでね、途絶えてるから、あの、血塗られたダイヤをさ、取ってしまったプレイヤーが、一体、その後どうなったのか分かってないんだよね。まあ、だからとりあえずさ、あの祭壇を一応作ってみるか。というわけで早速さ、まずはね、あの目撃情報通り、祭壇から作っていくか。まずは、こんな感じ、穴を掘ってってあげて、ここに多分マグマを流したよな。で、このマグマをまずは全部流してあげて、で、この周りに赤色のロスコを適当に置いてってあげる。で、これの数とかもさ、一応合わせた方がいいのかな？どうなんだろう。まあ、とりあえず適当にロウソクをこうやっていっぱい置いてってあげて、で、あとはこのロウソクに火をつけると。オッケー、とりあえず祭壇の形は完成したから、まあ、あとは最後にさ、ここにダイヤモンド投げれれば、まあ、多分祭壇自体は完成するはずなんだけど、こんな簡単な祭壇でいいの本当に。というわけで、まずは適当にダイヤモンド投げますか。せーの。はい。あのさ、目撃情報と多分全く同じ祭壇を完成したんじゃないかな。で、とりあえずこの祭壇を作って、あの目撃情報さ、多分夜だったから、ちょっと夜まで待ってみるか。よし、というわけで夜になってきたから、とりあえず、目撃情報通りのね、祭壇と、条件もね、すべて完成してると思うから、あとはこの状態でさ、洞窟に行けば、血塗られたダイヤモンドがさ、あるらしいんだけど、とりあえず洞窟に探しに行ってみるか、じゃあ。なんかさ、あの動画見てる感じ、普通はないようなところにダイヤモンド鉱石がさ、なんか人工的に置かれたみたいな感じで置かれたから、多分こういったところにさ、ダイヤモンド鉱石あったとしてもさ、お、あっこにちょうどあるな。あるんだけど、多分これはさ、普通のダイヤだよな。まあ、見た目も別に赤くないし、まあ、一応ちょっと取ってみるか、じゃあこれ。とりあえずサバイバルモードに変更したから、このダイヤ取ってみるけど、まあ、多分このダイヤ自体は、そうだね、やっぱりさ、普通にあるダイヤは赤くないな。ってことはやっぱり、この状況でさ、なんか人工的な変な場所にあるようなダイヤモンド鉱石を探す必要があるんだ。え、それどこにあるのマジで。もしかして探すのがだいぶ大変なのかな。え、さっきからさ、ダイヤモンド探して洞窟いろいろ回ってんだけど、マジで全然ないし、ま、取ったダイヤもね、一応見てみてるんだけどさ、全然普通の色なんだよね。ま、つまり、あの動画の情報は嘘なのか、それとも何かさ、条件満たしてないのかな。一体どっちなんだろうな。まあ、とりあえずさ、もうちょっとダイヤモンド探しに行ってみるか。なんかさ、不自然な感じだったから、動画の感じも。だから、もしもあるとしたらさ、見つかったら多分分かりやすいと思うんだけどな。なかなか見つけられないんだよね、このダイヤモンドが。とりあえずダイヤモンド探し、お、え、待って。え、ここにダイヤモンドあったけどさ、待って。え、今さ、一瞬、このダイヤなんか赤くなかった？え、気のせいか。てか待って、なんかさ、このダイヤモンド鉱石さ、なんか、不自然じゃない？今これ高さが、Y 座標が16だから、普通だったらさ、ダイヤモンド鉱石はないよね、こんなとこに。ってことは、これが何か関係してるのか？え、ちょっととりあえずじゃあ、これ、掘ってみるかもう一回。いくよ。せーの。掘ってみると、あれ？別に赤くないよね。え、てことはさ、あの動画が嘘なのか？え、でもさ、さっきからね、洞窟いろいろ探検してるけどさ、それっぽいものがあんまりないから、やっぱりあの動画が嘘なのかな？え、待って。え、今さ、洞窟にここにダイヤモンドあったけど、待って。え、今さ、このダイヤモンド赤くなかった？え、気のせいか？え？てか待って、なんかダイヤモンド増えてない？何これ？ちょっと待って、でもさ、さっき掘ったダイヤモンドは赤くなってないし、でもこんなダイヤモンドあったっけ？画面に。あれ？この辺さっき見たけどさ、ダイヤなかった気がするんだけど、気のせいかな？やっぱりなんか画面にさ、ちょくちょく赤いダイヤモンド映ってない？え？まあだからもしかしたらさ、このさ、血塗られたダイヤモンドは存在してはいるんだけど、プレイヤーに見つけることはさ、できないものなのかもしんないよね。だからさっきから動画に映ってんのかな？だかもしかしたら動画を見返したら赤いダイヤモンドは映ってるのか？もしかしたらさ、ブラッドダイヤモンドあるかもしんないけど、ちょっとこれ以上の探索は怖いから、ワールドから逃げようかな。え、待って。え、これってさ、血塗られたダイヤモンドじゃ
ない？え、なんでさ、これが目の前にあるの？ハッカーを召喚。ある方法をすると、ハッカーのようなモブが現実に現れ、そのモブを召喚してしまうと、ワールドには異常な現象が起こりというが、まあ、というわけでこれがさ、二つ目のね、ハッカーを召喚するって言われたやつの、海外由来になった一枚の画像なんだけど、このゲートは一体何？何マイクラのゲートってさ、ネザーゲートぐらいしかないと思うんだけどさ、なんか石で作られたゲートも不思議なんだけど、真ん中のさ、この0と1の模様は何なんだ？これってさ、ハッカーを出すゲートらしいから、この中身のさ、0と1が、マイクラをハッキングするためのコードなのか？まあ、とりわけあの劇場はさ、石でゲートを作ったから、とりあえずさ、丸石なくて、普通の石をこんな感じに並べてあげて、で、あとは多分ネザーゲートと同じ形を作るでしょ？ OK。で、あとはここにさ、これで火打ち石で着火すればゲートできるはずなんだけど、本当にさ、こんなんでゲートできるのかな？まあ、とりわけ一応やってみるか。せーの。はい。できない。それはできないよな。マイクラってさ、ネザーゲートのゲート存在しないはずだから、もしもさ、このゲートが完成してゲートできてしまったらさ、だってハッカーがいる世界に行けってことでしょ？そんなのあるわけなくない？え？待って。なんかマイクラ一瞬落ちたんだけど、何今の。え？タイミング良すぎない？マイクラが落ちる。え、今さ、なんでマイクラ落ちたの？待って、え？待って。え、さっきさ、ここにさ、石のゲート作ったよな。なんでさ、石のゲート壊れてんの？あれ？これ一体どうなってんだ？いや、あれかな、マイクラのゲートをさ、作る前にデータがクラッシュしたせいでさ、戻ったのか？だから消えただけなのかな？これはだから、ハッキング行為じゃないのかな？え？まあ、一応もう一回作ってみてもさ、まあ、当然ゲートできないよな。まあ、というわけでさ、二つ目の研修一応試してみたけど、今回できなかったからさ、もしもできた人がいたらコメント欄で教えてね。で、多分、ハッカーが召喚されるって言ってたし、あのゲートの見た目からして召喚されるのは、エンティティ303かも。だから試す人は一応気をつけてね。呪われた氷山。マイクラのある指導地には呪われた氷山が、なぜか最初から存在すると海外で言われる。その氷山の中には、どんな秘密が？まあ、というわけでさ、三つ目の都市伝説継承なんだけど、もうこれは、ツイッターとかね、コメントとかで、めちゃくちゃリクエストが来たんだけど、なんか、ある指導地には、呪われた氷山があるって言われてて、まあ、その指導地がね、これなんだけど、ここに行くと、その名の通り、氷山がね、呪われてるらしいんだよね。だから一応とりあえず行ってみるか。で、これさ、海外とか日本でもね、結構話題になってて、だからね、やってほしい人が多分多かったと思うんだけど、それだけさ、情報が多いってことは、やっぱり、この氷山は呪われてるのかな。というわけで、さっきのね、指導地やってきたけど、最初のスポン地点はま、こんな感じか。まあ、特に近くにね、氷山はないよな。で、なんか情報ではこっち側に行くと呪われたね、氷山があるらしいから、とりあえずね、その氷山探してみるか。ただ一体さ、氷山が呪われてるって一体どういうことなんだろう。プレイヤーが食べられたりすんのかな。で、なんか手とかが生えてるらしいんだけど、ん？待って、これか？確かさ、情報では呪われた氷山にね、沈没船が食われてるらしいんだけど、多分これのことかな。あ、待って、これだ。なんか氷山の上のさ、この山の部分あるじゃん。そこには5本の指が生えていて、さらには沈没船が食べられてるから、情報と一致してんな。つまり、これが呪われた氷山ってことか。とりあえずさ、このね、氷山の中に一回入ってみるか。なんか、中になんか違和感があったり、もしかしたらお宝が隠れたりすんのかな。一旦沈没船の中覗いてみたりしても、なんかあるのかな。お、宝箱あった。もしかしてこれに何か違和感は？別にないか。なんか腐った肉がめちゃくちゃ入ってんな。あと、苔ブロックと革の上着。まあ、別に変わり映えはないよな。まあ、特にさ、この氷の中には入ったりできないのか？あ、ここに入り口があるな。呪われた氷山なんか入ってみるか、じゃあ。あれ？出てきちゃった。ん？一度スペクテーターモードにして、呪われた氷山なんか入ってみたら何か見えたりすんのか？まあ、氷山の内部は特に変なものはないよな。とにかく真っ暗なさ、山の中って感じで別に何もないよな。ちょっと暗視の効果つけてみるか。よし、これがさ、とりあえず呪われた氷山のね、内部なんだけど、マジで水があるぐらいで特に何もないな。で、下を見てみるとこんな感じで廃坑があるのか。もしかしたら、廃坑でさ、プレイヤーがやられたりして、その魂が集まって上にできたのが、このね、呪われた氷山なのかもしんないね。てか、下から見たらすごいな、なんか。まあ、確かにさ、見た目は不気味ではあるけど、特に怪奇現象とか起きてたりはしてないのかな。まあ、見た目自体はね、不気味なんだけど、特にそれ以外何か異変が起きたりはしないから、ただのさ、変わった指導地なのかな。まあ、氷の内部の中にも別にね、都市伝説モブがいたりとかさ、プレイヤーに対しても何も起きてないから、もしかしたら、ただのやっぱ指導地なだけか。え、待って、あれ？あれ、待って。え、氷さ、さっき中入った時、こんなさ、密室あったっけ？あれ？なんでこれ閉まってんだ？え、待って。え、今さ、氷の中入ってきたのにさ、なんで両方道が塞がれてんの？ん？ちょっと待って、どうなってんだ？もしかして、氷の中に閉じ込められたってこと？え、なにこれマジで？え？え、待って、これさ、中に入ったプレイヤーがさ、食べられて、やられてしまうから呪われた氷って言われてんのか、これ。待って、これ、どうなってんだ？ん？気のせいか？なんか今さ、一瞬氷近づいてきてない？あれ？今気のせいだった？え、待って、気のせいじゃないよな。え、今さ、氷の壁、迫ってきてない？なんかちょっとずつ。え、待って、これ何、ちょっとどうなってんの？え、少しずつさ、氷の壁が迫ってきてる。つまり、やっぱり、呪われた氷山は存在していて、プレイヤーがこうやって食べられて、呪われてんのか。
ちょっと待って、これさ、やっぱ逃げなくちゃいけないよね。待って、逃げよう。え、待って、今のゲート何？え、ワールドが落ちたのか。え、今さ、呪われた氷山の中に入って、氷が迫ってきたから逃げようとしたよね。そしたら最後に見たあのゲートって、あれ？そういえばさ、二つ目のハッカーを検証するときにあったゲート、あれと、同じ見た目じゃない？つまり、呪われた氷山は、ハッカーによって何か、されたのか？